はい、それではキャンさんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。テンション低い。はい、もう一度いきます。皆さんこんにちは。ありがとうございます。はい、これからね、私、河野京子、きょんが、ゆるかわ写真、ペンを使ってゆるかわ写真を楽しく撮る方法をね、お伝えしていくんですけれども、いやもうなんかちょっとすごい緊張していて、いやもうなんか喋ることが全部すっぶっ飛んでしまいそうなぐらいの、おじさまたちもたくさんいらっしゃって、普段ねこんなにおじさまたちいらっしゃらないのですごい緊張しております。途中飛んだら温かく、頑張れと心の中で応援していただけると嬉しいです。はい、では、早速ね始めていきましょうか。はいはい、オリンパスデジタルカレッジゆるかわ撮影編として、ゆるかわ小鳥旅、南房総その1というね、今回テーマでお伝えしていきたいと思いますけれども、まあ、小鳥旅って、まあ、ショートトリップっていう意味でね、小鳥旅ちょっと撮るみたいな、そんな感じでねちょっと名付けてみました。はい、でまあ南房総ということで、はい、もうね時間ないのでね、もう前置き全部すっ飛ばしてお話ししちゃいます。突然ですが、はい、2月上旬千葉県南房総へ行ってきました。今日この中で、千葉県からお越しいただいた方いらっしゃいますか？お、いらっしゃいますね。ありがとうございます。はい、千葉県もね最南端南房総にね、行ってきたわけです。このさね今日の話のためにで、まあ、南房総といえば、すごく暖かい、気候の暖かい場所で有名ですね。でこの時期やっぱりねなかなかね可愛いお花もね少なくて、でもうなんか今日のために何の写真見せようかなってすごく悩んだんですけど、さすがに身の回りには何もないのでお花が、なので南房総へ行ってきました。でも本当に行きたかった理由は、まあ花じゃなくてちょっとねこれが食べたかったんです。はい、ちょっとね私 SNS ツイッターとかね Facebook やってるんですけど、そこでね羊カレーっていうねやってますっていうね、こういうね案内を見て、これは行きたいと、でこれを見た次の日に早速行きました。はい、で本当はこの理由、あのね全然ね違う理由で行ったんですけれども、はい、まあ、そんなわけでですね、これをまあ食べに取りにですね、はい、まあ、南房総へ行ってきました。で、まあ、その旅の様子と、ね、絡めながら、ゆるかわ写真、そして、ね、ペンで楽しむ、ね、まあ、ゆるかわの撮り方などなどを、お届けしていきたいと思います。はい、で今回の、ね、旅の装備ということなんですけれども、まあ、今回は、ね、この装備で行きました。じゃん、はい、オリンパスペン、EP5 と、まあ、EP5 こちらですね、はい、EP5、はい、まあ、ペンの、ね、上位機種ですよね。そしてもう一つ、ペンライト、はい、PL7 ですね。まあ、今日せっかくちょっとねさっきねスタイリングしてもらったんですけど早速崩しちゃいますが、はい、こちらですね、ペンライトの7、はい、こちらを持ってね、お出かけしました。でレンズはですね、17mm の F1.8、 今これねつけてるのがそうですけど、はい、こちらの広角のレンズと、もう一つは 45mm の F1.8、 こちらにつけてますね。はい、この2本で行きました。はい、でそれぞれレンズつけてね、レンズ交換するの面倒だったので2台持って行ったわけですけれども、まあ、私がねペンを、使用する理由っていうのは、まあ、正直に言うとやっぱり見た目が可愛いし持ち運びしやすいです。でファインダーのねこの出っ張りがない分、女性ってやっぱり荷物少なくしたいじゃないですか。で2台持ちしたかったので、なので、まあ、ゴツゴツするのが嫌だなと思ってペン、あとね、OM も好きなんですけれども、ちょっとね、私個人的にはちょっと色味の出方が違うような気がするんです。なんかよりペンの方がちょっと柔らかく出るかな、色味がっていう気がしていて、でそれでペンをよく使っています。で、じゃあ P5 と、ね、PL7 の、ね、使い分けっていうのはどうするんだってことなんですけれども、P5 はですね、シャッター速度、最高速度8000分の1秒まで上げられる。で今この言葉を聞いてはてって思った方、ボケた写真が好きな人、
ありがとうございます。はい、そういうねボケボケの写真を撮るにはね、この F1.8 とかね F 値を一番下げられ小さく下げられるレンズを使うわけなんですが、そういったレンズを使いたいときに、あの晴れの日のね明るい場所でね F1.8 まで下げようと思ったら、あれなんかちょっと明るすぎる写真になっちゃったっていう時が出てくるわけです。でそういった時に8000分の1のシャッター速度があれば、まあなんとか 1.8 まで下げることができる、はい。でまあそんな感じで、あと5軸補正ですね、P5 は5軸補正があるので、例えば今日2本持ってたレンズのうち 45mm の方は望遠側になります。ということはブレやすい、ブレやすいということは、あの5軸補正聞いてくれるね、あの P5 の方がよりブレを防いでくれるので、なので P5 に 45mm つけるとか。で PL7 に関してはやっぱりあのこの小ささね、小ささとこんだけ小さいのに意外とコストパフォーマンスが高くて、もう何でもアートフィルターも14種類ね、今回あのヴィンテージとパートカラー入りましたし、 Wi-Fi も入ったし、まあすごくねあの何でも入ってると。ただちょっとね三軸補正、手ブレをね三軸補正なので、ちょっとね P5 に比べればまあちょっと下になるんですけど、なのでこっちは 17mm の、 あのブレにくい、まあ、17mm 広角なのでねブレにくいので、なのでこっちには 17mm をつけていきました。はい、まあ、そんな感じでですね、こんな装備で行ったわけですけれども、はい、マザー牧場ねこんな風に行ってきたわけです。ですごくねもう春爛漫で、もうこれ2月の頭1日ぐらいだったんですけど、もうすでにこんだけ咲いてるんですね。これでも五分咲きです。きっと今頃は満開、はい、明日行っちゃおうかなとかいう人いるかもしれないですね。はい、でまあこんな感じで、まあ、マザー牧場って本当に山一面が牧場になっていて、もうねどこ行っても、まあ、牧場はあるわ、遊園地はあるわ、美味しいスイーツはあるわで本当に、ね、楽しい場所です。まあ、菜の花も、ね、こんな風に綺麗に咲いていて、はい、まあ、牧場も、ね、こんな風に広々とのどかな牧歌的風景も楽しめる、はい、そして、まあ これね、はい、こんな風に牛乳とか、ね、美味しいです。もう、ね、でも、ね、寒くて飲む気にならなかったですけど本当寒かったんですよ、凍えるぐらい寒かった。で、まあ、こんな感じでね遊園地が遊園地見えないですけど遊園地です後ろはい、まあ、こんな感じでね本当に、撮影スポットたくさんあります。でそもそもゆるかわ写真って何なんだって思われた方もいらっしゃると思います。でゆるかわ写真というのは、まあ、ちょっと先ほど質問しましたね、背景がふんわりボケた写真、そして露出明るさですね、写真の明るさ、明るめの写真、コントラスト、写真の明るいところと暗いところの差があまりない、明暗差の少ない柔らかい写真、そして彩度高めのカラフル写真っていうね、この4つをゆるかわ写真と私は呼んでいます。ということで、つまり要約するとふんわり明るめのパステル調な写真ということになります。はい、私はねこういう写真撮っているんですけれども、でねこのね写真どうやって撮るのかね設定を知りたいっていう方もいらっしゃると思うので、ちょっと今ね操作しながらご説明しますね。じゃあすいません、画面の方を切り替えていただけますでしょうか。はい、はい、こんな感じでね今画面が見えております。で、まず一つ目のふんわりボケた写真ということなので、ボケた写真を撮りたい場合、今まで、全自動のオートを撮ってらっしゃった方、このごめんねちょっと画面が上向いちゃいますけど、撮影モードダイヤル、ここをですねオートから A に変えてください。 A ってオートの A じゃないですよ、はい、A で何の A か聞かないでくださいね、私英語苦手なんで、はい、で A モードにするとですね、つまりボケモードになります。ボケを自分でコントロールできるモードですね。でここで F 値という数字、この画面の、ね、F3.5 って数字がありますけれども、この数値がですね、ボケをコントロールする数字です。でこれねどうやって変えていくのかというと、まあ一度上ボタンを押していただくか、もしくはこのダイヤルを回して PL7 だったね、ダイヤル回していただくかして、
F 値のとこを黄色く変えていただくと矢印出てくるので、こんな感じでね変えていきます。でね、一番小さくできるこのレンズ 1.8 まで下げられるので 1.8 まで下げていただくと、そうするとねボケやすくなる。はい、とにかくねゆるかわ写真撮りたい、ふんわりボケボケの可愛い写真撮りたいという方はこれからは A モード使っていただくといいと思います。ほとんどね全自動と変わりません。何が違うかといえば、まあ自分で設定したいときは変えられる、でボケを自分でコントロールできるというねモードになります。で2つ目の露出、写真の明るさですね。写真の明るさはこの今ね数字黄色くなっているところプラス 2.0 って今出てますけれども、もうこれいつも私が使っている露出値です。って思われるでしょ、きっと男性の方々はこんな露出高すぎてありえないって多分思われる方多いと思います。でも私はこのぐらい、いつもこれ前後まで上げてます。はい、でこれね明るくするにはまた上ボタンを押していただくとこうやって矢印出てくるので、右にこうやって押すとねすごいでしょ、プラス5、PL7 ってプラス5まで上げられます。でマイナスの方にするとこんなもう真っ暗ですね。はい、こんな感じでね変えられます。で、私はだいたいこの、まあ、今これだとねちょっと明るいですけど、はい、だいたいこのぐらいを基準にしています。はい、で3つ目、はい、なんだっけコントラスト、コントラストですね。はい、コントラストっていうのは画面の中の明るい白い部分と、暗い部分、黒い部分、ここの差をなるべくなくして、上げてコントラスト低めにしてあげると柔らかくなります。でそれを設定するには、まずですねこのピクチャーモード、これをね出してください。で私、ね、このピクチャーモード、いろんな種類ありますけれども、これね例えば人肌をきれいに撮りたいとかっていったらポートレートにすると肌がきれいに出ますし、風景をきれいに撮りたい、鮮やかに撮りたいって言ったらビビッと選ぶといいっていうものなんですけれども、私はですねこのフラット、素材の色をね、忠実に再現してくれるフラットっていうのを普段使っています。でここで、右ボタンを押すとコントラスト、シャープネス、サイド、階調っていうね4つの項目が出てきます。ここからもうすでに私設定入ってますね、マイナス2、マイナス2にすると一番コントラストが低い状態になります。そこ、そしてもう一つサイド、色の鮮やかさですね、4つ目の色の鮮やかさ、これはプラス2まで上げてます。はい、結構極端でしょ。はい、でまあ、こんな感じで私は普段ゆるかわ設定で撮ってるわけですね。はい、でそうすると先ほどのね、ちょっとお見せしたような、色鮮やかでふわっと明るい写真が撮れるわけです。はい、でまあ、ちょっとその他にも実はもう一つね皆さんにお伝えしたいことがあって、トーンコントロールっていう機能を使ったことありますか？聞いたことある？トーンコントロール、はい、一部の方いらっしゃいますね。初めての方が多いようなので、トーンコントロールというのは皆さん露出補正は分かりますね、画面全体の明るさを変えてくれる機能、トーンコントロールというのは明るい部分の明るさだけを変える、分かる？みんな今一瞬顔なったでしょであとも反対に暗い部分の明るさだけを変える、部分的な明るさを変えてくれる機能があります。で私このペンの中ですごくねこのねゆるかわの、写真を撮るとき重要な機能で、これどうやって設定するのかというと、まず露出補正の設定、まず上ボタンを押す、そしてその時に黄色くなってる時にインフォボタンを押します。なんか出てきたでしょ、ここ、これいつも出てこない変なマス目のマーク出てきました。インフォボタンを押すと、あ、ごめんなさい、ちょっと待って、よいしょ、この状態でインフォボタンを押すと、ね、こうやって何回か押すとこうやって表示が変わります。で、これこのマス目、トーンカーブって多分皆さん聞いたことある方いらっしゃると思います。まあ、部分的な明るさを調整できるこうグラフですね。でこのねトーンカーブを出してあげる、で数字が左側にいるときは暗い側の明るさをプラスに持ち上げたりマイナスに持ち上げ、持ち下げたりすると。で私は普段こっちはいじりません、よいしょ。でもう一回インフォボタンを押すと今度右側に数字が移ります。ここで
明るい部分だけをより明るく、暗い、明るい部分だけをよりちょっと抑えめに、つまり白飛び黒つぶれといったものを少し抑える効果があると、はい、でここで私はだいたい普段、ごめんなさいちょっとね操作がね番号ついてますね、普段はマイナス2ぐらいに設定してます。状況にもよります。もうすごいね、これはちょっとかなり白飛びしそうだと、直射日光当たってるとっていうような時にはかなりマイナスまで下げますし、そんなでもない曇りの日とかの柔らかい光の時はそこまでマイナスにはしませんっていう感じでね、私普段こんな設定で撮っています。はい、じゃあちょっと画面を戻してください。はい、というわけで、まあ、こんな感じでね、まあ、5つの、はい、説明した、あ、1個忘れ、あ、言ったね、言ったね、はい、こんな感じで撮ってるわけですね。はい、F 値最小、そしてプラス2ぐらいの明るさ、トーンコントロールで、ハイライト側、明るい部分の明るさをちょっと抑えめに、そしてピクチャーモードは、先ほどお話ししたフラット、もしくはちょっと鮮やかにしたいなって時はビビット。はい、でその中からコントラストとサイドを設定して、コントラストはマイナス2、サイドはプラス2というふうに設定していきます。はい、で設定が完了したので、とりあえず腹ごしらえしましたでやっぱりこれでしょうということで、はい、食べに行きました、はい、ちょっと画面で少し明るいですけど、もうちょっとね明るさ落としてます。はい、羊カレー、はい、展望レストランにあるんですけど、はい、もうね着いたら速攻食べに行きましたで、まあ、お料理を取るポイントね、皆さんねよくこう取ること多いと思いますけれども、これ、光の向きどちらから入ってるか分かりますか？影の向き見ると分かりますね。影がこっち側に、手前側に落ちているので逆光です。はい、でこのまあ逆光というか半逆光、はい、状態になっています。でそうするとね、お料理の表面キラッと輝くので美味しそうに見えますね。でさらにね、ホワイトバランス、色味を変えてくれる、写真の色味をちょっと寒くとかあったかくとかね、色味を変えられる機能を使ってちょっとあったかめ、曇りにしています。でそうするとあったかいお料理はよりあったかそうに美味しそうに映るので、まあそんな感じでお料理はねいつも撮っていますね。で、これを食べたよってみんなに言ったら、羊の肉だったんですかって聞かれました。あ、もう全然牛でしたね普通に牛肉でした。はい、でまあ美味しかったです。はい、お腹からいただきましたで、実はアルパカレーもありますこれ今日食べたわけじゃないですけどね。はい、こんなのもあります。でお腹もいっぱいになったので、まあ、どんどんいきます。はい、じゃあもうねやっとやっと、はい、じゃあ撮り始めようかなと、はい、思い腰を上げました。はい、でですね、ゆるかわ写真、私はですね、被写体を探すポイントとして可愛い色を探すのを、すごく大事にしています。やっぱり可愛いっていうのは色の、ね、要素すごく大きいです。で今遊園地ありますので、こういった、ね、遊園地の可愛い色を、ね、青空と一緒に撮ってあげたらすごい可愛いじゃないですか。で特にピンクとブルー、青空のブルーってね、もう青とピンクってもうガーディー、ガリじゃないですよ、お寿司のガリじゃないです、ちょっとなんか微妙にね失笑ですけどあのねガーリーな、はい、鉄板の配色です。で、まあ、青い空をねより青く撮りたいって私のプロフィールにありましたけれども、これねちょっと青色を加えています。はい、ホワイトバランスで、でも、ホワイトバランスね、電球とかね曇りとかあるけど、あの電球にしちゃうと青すぎちゃうので、ホワイトバランス補正という機能を使って、ちょっと微妙に青みを加えているんですね。青と実はグリーンをちょっぴり加えています。でそうするとちょっと青、あのより青いところが強調されますので、空がより青く映るというわけですね。はい、でまあこんな感じでね、やっぱり旅に出たら、皆さん結構この中ではよりの、ね、寄って撮っちゃう方が多いと思うんですけれども、広い風景もね撮ってあげたいじゃないですか。なので、まあ、17mm とかでね、まあ、今回撮ったわけですけれども、
広い景色を撮るのが、ね、苦手な方結構いらっしゃるんですね、うん、で、広い景色を撮るとき苦手っていう方はまずね例えばこれを撮るんだったらこの周り一周してください本当で一周してそれでただ一周するだけじゃなくて綺麗な景色を見つけるのが苦手だったら画面を見ながら一周してみてください。こうレンズ向けながらでこうやって画面見ながらよいしょって回っていくとあ意外とここ良さそうだなっていうところが出てきたりします。でそういったねちょうど良さそうな角度を見つけたら、余計なものが入らないように自分が一歩寄ったりズームを使ったりしていらないものをどんどん排除していきます。電柱とか看板とか、ちょっといてほしくない人とかなんか失礼なこと言いますけど、ね、自分で寄って画面を整理していく。で、すっきりさせると。で、画面の中はなるべくシンプルにしてあげるのがポイントです。引きの景色の場合はね。はい、いろいろ入れちゃうと何が伝えたかったのか分かんなくなっちゃうので、まあ、私はこの場合観覧車と、メリーゴーランドを入れたかった。で、右側には黄色いね、なんか遊具がありますけど、ここ全いっぱい入れちゃうと色が多すぎてもうね、ごちゃごちゃしちゃうんですね。なのでなるべく画面の中は色もそうですし被写体もなるべく入れないシンプルにしてあげるのがポイントです。はい、でまあ引きがあればもちろん寄りもあるわけですね。で寄りで撮りたいときはその被写体のチャームポイントを3つ探してみてあげてください。で、チャームポイント私はですね、このメリーゴーランドの場合はこの大間さんの歯茎が可愛いなと思ったわけですね。歯茎でちょっとねこれだけだと寂しいんで魔法をかけてみました。ちょっとお見せします。じゃん、アートフィルター。はい、オリンパスさんの、ね、売りの機能の一つですね。アートフィルター、アーティスティックな写真を、ね、気軽に楽しめる機能です。で、まあ、これはポップアートという機能を使って色鮮やかにしています。でさらにアートエフェクトというちょい足し効果で、このスターライトっていう、ね、キラーンと光棒が出る効果を足してみました。で私、ね、撮るときにこういう電球とか、ね、光るものが、画面の中に入って あそこなんか光るものがあるなって時にはそれを背景に入れて撮ることが多いです。でそうすると画面の中がキラッと輝いて、なんていうのかな、透明感とかキラキラ感とかが出てとても、ね、印象的な写真になります。はい、まあ、こんな感じでね、アートフィルター使うと面白いんですけど PL7 にはね14種類入ってます。で、まあ、この後ね全部ちょっとお伝えする時間ないので私が特に今回使ったのをね順繰り順繰りでちょっとご紹介していきたいと思います。はい、で、もちろんね別に頭から撮らなきゃいけないというわけじゃなくて、まあ、どっか可愛いところがあればどこから撮ったっていいわけです、まあ、お尻なんかもいいでしょうと。でお尻のねこのちょっと色味が可愛らしい全体的にねこうピンクがあったり水色があったり可愛いなっていうところでさらにちょっとね魔法をかけてみました。はい、でこれもね、色っていうのがポイントだったので、遊園地ってカラフルでしょ。でそういった場所にはポップアートがすごく合いますね。でポップアートでより色鮮やかにしてでさらに四隅白くなってるの分かりますか。ホワイトエッジっていうねアートエフェクトかけています。まるで夢の中な世界ね、可愛いでしょ。はい、まあ、こんな感じでね、自分でねもう妄想の世界をね作り上げていくわけですね。でちなみにこの写真今明るさ変わったの分かりますか。ちょっと明るすぎるでしょ、うん、でねこれ1枚目見せたこの写真この写真の明るさでそのままポップアートかけたらこの明るさになっちゃうわけです。でそうするともうね馬の足の白い部分の質感ないでしょ、グラデーションが。でそこで使ったのがトーンコントロールですよ、ね、ハイライトのハイライトの部分だけこれはマイナス6分明るさを落としてます、はい、でそうするとなんかボンとか言ってちょっと変なのが出てきちゃった、はい、でマイナス6分下げたことで馬の足の太ももの色のグラデーション出た復活したの分かりますか。はい、こっちないでしょ、あれ
動かなくなったあどうしよう動かなくなっちゃいました私が今ゴンってやった大丈夫ですかねよかったドキドキした、はいでねまあ、全然明るさが違うわけですなのでトーンコントロール OMD ならハイライトシャドウですね、はい、を使っていただくとこんな風に白飛びを抑えるってこともできますはいでもねとにかく寒かったのでもう早々にギブアップしました本当に寒かったんですよもう手袋してても指が凍えるぐらいででまあもういちご狩りしちゃおうかなとマザー牧場の中にはいちごハウスもあるので、まあ、ちょっとあったかい思いをしてきましたで、いちご狩りね、まあ、別にいちご狩りを見せたいわけじゃなくて、まあ、せっかくならいろんなものを取りたいということでいちごの中、いちご狩りハウスの中って、まあ、通路が長いですねで、ゆるかわ写真、まあ、かわいいふんわり写真はボケもポイントになりますなので、棚、いちご棚をまっすぐ正面向いてかわいいって撮ると奥行きが出ません奥行きが出ないということはボケが出にくいボケは奥行きに比例しますなのでこれねこの写真見ていただくと棚があってこうやって撮ってるの分かるこうやってねはいボケは奥行きって覚えてくださいこうですよはいでね奥行き作ってあげるとこんな風に奥の方が遠くなればなるほどボケが強くなっていきますでもちろん奥に手前にあ奥にピント合わせちゃうとね奥の方ピンボケないので手前にピント合わせてくださいピントを合わせた場所から奥がどん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 ボケていきますはいこれはねちなみに対角線を意識して撮りましたちょっと動きのある感じでしょうはい、でこちらはですね、まあ、ボケはボケでもふんわり前ボケ、はい、前ボケっていうのはレンズの先端もくっつきそうなこの辺りこの辺りにもういちごがいるわけです、はい、でいちご越しにピントを合わせてあげてるわけですね、はい、今日ちゃんと皆さん覚えて帰ってくださいね奥行きと前ボケ、はい、で奥の方にピント合わせたことで手前の方にはピントが合わないので手前のこのふわっと赤いのいちご前ボケしてます、はいでね、こうやってふわっと色のふんわりボケを作ってあげるととても可愛らしい、ね、写真に仕上がりますし場合によっては前ボケでいらないものを隠すっていう、ね、裏技も使えます、はい、なのでそういった、ね撮り方もぜひ覚えてくださいで、まあねちょうど、ね、撮っていたらいちごちゃんが通りかかったので、はい、ちょうど本当ねちょうどいちごちゃんだったんですけどでこれもねあ通ったって言ってねパシって撮ったらつまらないのでこれも手前前ボケさせて奥行き感を強調してます、はい、奥行きを出したいときは皆さんどうするんでしたっけそうですねこうやってねこうねはい奥行き壁にくっついてあげると、まあ、奥行きが出しやすくなるわけですね、はい、そうすると印象的な1枚に仕上がりますちょっとこれは3分割を意識して撮りました、はいでね誰かが落としてったいちごでこれ見た時に私あーと思ったのは影すごいこのねちょうど半分の日向と日陰の部分このアンニュイな場所がすごい綺麗だなって思ったんですでしかもねいちごのねちょっと影形も落ちていてすごい可愛いなとでゆるかわはこういう半日陰ふんわりした日陰のところもすごくね重要なポイントになりますこの影がきついとせっかくコントラストを落としてるのにもうね意味ないんです光が強いのだけはもうどうしようもない設定でもフォローしきれないところがあるのでなるべく影が弱いところ、まあ、ハウスの中なんかはねちょっと影が柔らかくなるじゃないですかなのでこういうところを狙ってあげるとふわっと柔らかい、ね、写真になりますでさらにね日の丸構図であ誰か落としてっちゃってかわいそうになっていう感じをちょっとね寂しそうな感じを、表現してあげました心の距離は被写体との距離いいこと言うね誰かね私敏腕編集者さんがねこれ言ってましたあしらにいらっしゃるねはい
で、これでね、アートフィルターかけてよりね、四隅を暗くして真ん中にね、目線が集中する効果をつけてみたりしました。こうやって日の丸構図使うときは、あのアートフィルター、トイフォト、これタイプ2っていうのはちょっと寒色系のトイフォトです。で、ちょっと寂しそうな感じにね、仕上げています。色味もね、やっぱりね、感情に左右するものがあるので、ちょっと寂しそうな感じで青くしてみました。はいはい、もういちご狩りもね、もう十分満足したので、牧場エリアへ行ってみたいと思います。はい、はい、でですね、牧場です、はい、こんな感じで、あの広い景色をね、あの特に牧場なんかは、あの建物が可愛いですから、こういった建物と、青空、そして、まあ、牛さん小さめで撮ってあげるとすごく牧歌的な可愛い景色がね、撮れますね。でこの日は天気が良かったので青空多めに入れました。大体3分割で上、下3分の1、上3分の2で、見せたいものを写真は大きく入れてあげるのがポイントです。もしこれが冬じゃなくて春、草もゆる時期であれば、グリーンが綺麗なので、まあ、空3分の1、グリーン3分の2でもいいです。はいはい、で動物を撮るとき、ね、ポイントになるのは、いかに、ね、排泄物を入れないかこれ結構、ね、重要ですね。でポイントはです、ね、下から撮ることです。で、ペン の,、ね、最近の機種ですと、こういう、ね、液晶が、ね、動きますよね、はい、可動式液晶で、ね、これついてること忘れてる方いらっしゃるんですね、たまにね私のこんなのあったかしらと。で使ってください、こういう時にこそ使えます。で下から、ね、撮りたい時っていうのは、こうやって液晶を立てて、まあ、しゃがんだ状態でこうやって上から見てあげるわけですけれども、さらにね、なんていうのかな、下から撮るといいことは空が背景になること。余計な看板とかそういった、ね、ものが、ね、入り込みづらい背景になると。もしこれが森であれば木々が背景になるということで、すっきりするわけですね、はい、でさらにこうやって、ね、下の部分草が、ね、多くなってきて土が見えにくくなります。あのダメですよ、土の部分でやっても意味ないですからね、これね、土が見えちゃうんで、ちょっと草が多めのところで使ってあげるのがポイントです。さらにタッチパネル引く機種を持ってらっしゃる方は、タッチシャッターをぜひ使ってください。タッチシャッターね、すごく使えます。動物を撮るときに基本的に生き物は目にピント合わせます。目にピント合わせながら動物の動きを追うのって大変ですよね、結構大変で、そういったときに構図まで整えるのって本当大変でしょ。でそこで使うのがタッチシャッター、もう構図を整えて追いながら 目をベシってなんかね、ちょっと何にもなんか対応はないですけど、こう勢いで押してあげる。そうすると結構ね、反応早いので、こんな感じでね、構図整えながら好きな感じに撮れます。はい、もう全然ね、まだ足りないです、時間がはい、でこんな感じでね、チャームポイント見つけてグッと寄ってあげるって話出てきました。まつげ、はい、まつげ可愛いのでグッと寄って撮ってみてあげるといいです。でボケのポイントはですね、F 値を小さくするだけではないです。夜の法則、はい、なんかちょっとね、どういうことだって顔の方いらっしゃいますけれども、夜の法則というのは、まず一つ目の夜は被写体に近寄るの夜、もう一つの夜は望遠側にズームする、まあ、ズームレンズを使っていらっしゃる方は、ズームレンズグイッとグイッとズームして望遠側、遠くのものが大きく撮れる状態にしてあげると良い。それで被写体を引き寄せる、これの夜ですね、の夜で撮ってあげると背景ふわーっとボケてきます。で、今回私は F1.8 まで下げられるレンズ使いましたけど、これ、これね、標準の最新のレンズですね、ズームレンズ、これすごいいいです。あのね、オリンパスさんの標準レンズはすごくね、寄れるのでぼかしやすいです、すごく。
なので特にこれ20センチまで寄れるので、これこんなにボケるのっていう写真撮れます。はい、あでもこれじゃないですけど、はい、これじゃないですけどね。で本当ボケます。はい、夜の法則覚えておいてね。はい、でまあ、これはねベルキューブみたいな顔をしたチーズの顔をした牛さんがいたので、まあ、表情の可愛い瞬間を狙ってあげるといいですね。でこれはですね、アートフィルター使って取り比べてみました。はい、ヴィンテージ、はい、新しいフィルターですね。はい、タイプ1、2、3ってあります。まあ、こういう3つの色味ちょっとね選べるんですけど、まあ、基本的にはフィルムライクなちょっとねフィルム写真を色あせさせたような感じのね写真が撮れます。もうこれすっごい可愛い、何撮っても可愛い。うん、ちょっとゆるかわに飽きてきたなと思ったらヴィンテージで撮ってあげるのもいいです。まあ、ペンってねこういう遊び方ができるのもねいいですよね。はい、でまだまだねまだまだあるっていうね、もう頑張ります。ちょっと巻きでいきます。はい、で光のだんだんね美しい時間帯に入っていきました。午後3時頃、はい、で冬の光は柔らかい光、影が長くてふわっとねあのコントラストもねあの低い柔らかい光なので、とてもねアーティスティックなね、ふんわり写真におすすめの光です。はい、で特に夕方朝はおすすめ。はい、でこれ逆光状態ですね。羊のねこの輪郭背中のねハイライトがとても綺麗でしょ。あと木々の葉っぱとかね枝とかがキラキラと輝いてすごくね美しいなって思いながら撮った一枚ですね。こっち向いてるね羊さんをねタイミング狙って撮っています。でまあこんな感じでエサクレっていうね状態の羊さん、これ私一人で行ったのでここにね誰かあげてる人がいるわけですね。勝手に撮らせていただいたんですけれども、はい、でねこういうね可愛い仕草をしている時にね、狙ってあげるといいんですが、まあ、誰かお友達いたらぜひねご飯あの一人はご飯あげながらっていう感じで撮ってみてください。でこれもねあの真正面から撮るのもいいんですけど、やっぱりちょっとボケを意識して撮りたいなと思ったので、奥行きですね。はい、フェンスに寄って撮っています。そうすると奥がねよりふわっと、ボケていくような効果が出てきます。逆光なのでねすごくドラマチックでしょ。はい、でこれはですね金網にピントを当てています。後ろの色の玉ボケがねすごく可愛いですよね。これ玉ボケっていうのは、この丸い部分ボケが丸くなってますね。丸い模様がポン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 と水玉模様みたいになってます。これがですね木漏れ日とか葉っぱの間から光が漏れてる状態、これが肉眼で見るとすごく小さい点の光なんですけど、後ろぼかしてあげるとふわっと点の光が丸くボケるんですね。なので、こういう玉ボケという状態になります。間違っても後ろにピント合わせないでくださいね。ボケないですからね。手前にピント合わせることが大事です。で日が暮れてきたからそろそろ帰ろうかって、いやいやいやこれからがドラマチックタイムでしょって、もう時間ないと思うんですけどねちょっと頑張っていっちゃいます。はい、で、美しい光、はい、もう帰りがけ遊園地エリアに戻るときに西日がすごく美しい時間帯でした。もうね触れ合ってねこれ通常ね皆さんあの写真愛好家さんは触れ合なんか入れるなって感じでね、多分憎き触れ合みたいな感じで思われてると思いますけれども、私はね逆に入れます。ふわっと明るい光を感じるねあったかい感じが撮れるので、で触れ合う撮りたいときはちょっとこういう光の低い時間帯を狙ってあげてみてください。でフードは外す。はい、でさらにじゃん、これどこがこういう風になったか分かりますか。さっきの景色の中でちょっと1個戻します。さあどこでしょうか。玉ぼけするところはキラキラするところですね。はい、指届きませんけど上の方の枝がキラキラ輝いてるところがこれです。はい、でこれ玉ボケの前ボケです。もうなんだかどちらか分かんないですね。前ボケの玉ボケ奥の枝にピント合わせて手前のキラキラしてる葉っぱがボケているので、こんな風にキラキラがボケて玉ボケになっています。はい、で水仙も咲いてました。
はい、推薦取るの難しいでしょ、結構ね。線はね、長いし、花小さいし、花白いし、白く飛んじゃうしって結構難しい花です。で、そんな時には、さもう今ね、皆さんに、ね、お伝えした、光と、ボケのね、もう二段活用していくわけです、前ボケでまずね、線を隠しちゃう。で、柔らかくする。で、さらに半日陰、うん、半日陰がポイントです。あの日陰はね、あの直射日光当たっちゃうと白いところってすぐ白飛びしちゃうでしょ。これも設定でコントラスト低くしたってもう難しいです。なので半日陰を狙ってあげる。で、さらにここ私がポイントにしたいのは背景、背景がちょっと空の青い部分が入ってくる角度を狙って撮ってます。で、それをするとこんな感じの色、背景の色の可愛い、柔らかい一枚が撮れますね。なのでゆるかわ写真は結構ね、光も重要です。で、これパートカラー使った3枚ですね。新しいフィルター、部分的に色を抽出する機能です。で、これね、イエローを抽出しました。で、3枚それぞれちょっと違うの分かるかな。はい、1はね、ちょっと手前の前ボケのところにも黄色が入ってるんですけど、2はちょっと緑がほんのり入ってる。で、3はもう真ん中の黄色だけ。1はね、すごいんですよ、タイプ1は。黄色なら黄色だけじゃなくて、周りの黄色のに近い色も拾ってくれるので、すごくあのね、ナチュラルなパートカラー。急にここだけグレーになっちゃったってことが少ない。で、タイプ2はね、色が少し残るのでドラマチック。で、今まで通りもうパキッとね、決めたいって時はタイプ3選んであげるといいですね。はい、まあ、そんな感じでね、水線ね、黄色もね、ポイントになるので、まあ、パートカラーでね、撮ってあげるのもいいかなと思います。はい、まあ、こんな感じで光を意識しながらね、影と光があれば影もありますね、クロスプロセスでね、影をね、影と、あと光輝く部分のコントラストを高めたことで、より輝き感を強調してあげた1枚なんかも撮れたりします。はい、で、寂しそうなパンダカーとかね、はい、もうちょっと巻きでいってます。はい、で、まあ、最後ね、もうこれでおしまいっていうね、感じでね、1枚最後に自分の影を撮ってきました。で、この時間帯、夕方になると夕日の色はオレンジ色でね、すごくあったかい色味になります。それが建物に当たると空の青とオレンジのコントラストが本当に美しいんですよ。で、さらに影が長くなるから、一人旅してちょっと誰にも撮ってもらえなかった、寂しいなって時には自分の影を入れたりしてね、撮ってあげるといいかなと思います。自分で、ね、ポーズつけたりとかね、してあげるのもいいですね。はい、というわけでね、またねっていうね、はい、まあ、そんなわけでとてもね、マザー牧場、撮りどころがある楽しい場所ですので、皆さんも行ってみてください。まあ、あのね、あまりに楽しかったので私ね、2年パス作っちゃいましたね。あの2年です、微妙に2年です、年パスじゃなくて2年で、ね。2年で4200円、1回1500円なんで3回行けばもっと取れます。はい、ワンワンパス皆さん乗り放題なので、ぜひ行ってみてください。はい、というわけでね、ペンを使ってゆるかわ写真をね、楽しむ方法をね、ご紹介しました。まあ、色のある被写体、光の見つけ方、構図の撮り方とかね、いろいろありますけれども、今日は本当にね、急ぎ足でご紹介しましたが、はい、この本、すいません、ちょっとあんまり宣伝得意じゃないんですけど、CP プラスが終わって翌日に本が、新刊が出ます。この本にもう今お伝えしたことがギュッと凝縮されてますので、ぜひ、ね、お手に取って、もしよろしければお買い上げいただけると嬉しいです。はい、まあ、そんな感じですね。はい、まあ、あと実は今日ですね、2人の写真家、はい、デジタルカレッジの、ね、講師されていらっしゃる、ね、村井幸さん、そして、私、川野京子の2人でフォトライフ誌っていうのをちょっと発刊作ってみたりしています。で、これね、販売の方法なんかも Facebook ページに載せてますので、もしもよろしければ、ちょっとご覧いただくと嬉しいです。はい、というわけで、
マラソンみたいだったすいません、なんかだいぶ長くなっちゃいますけたけれども、皆さんね、ぜひペンで、まあ、OM でも、はい、ぜひゆるかわ写真楽しんでみてください。はい、それではご清聴どうもありがとうございました。はい、キョンさん、貴重なお話をありがとうございました。